1971年から2008年までの GDP 成長率のグラフ。地理の軌跡とは、ノーベル経済学賞受賞者のミルトン・フリードマンが1980年代から2000年代にかけて、地理国内で行った新自由主義的改革の成果を指して用いた言葉。一連の経済改革は、経済的自由主義、国営企業の民営化そして、 物価の安定という3つの主たる目標に向け、書位、シカゴ・ボーイズが立案。1974年から1983年まで、1985年、及び1990年の3段階に分かれるが、ピノチェトが引退した1990年以降も、改革は引き続き実行に移された。ただ、フリードマンは、奇跡を誇るものの、 アマルティアセンラ経済学者の中には、この時期のチリはむしろ経済成長が鈍化し社会の貧困化を招いたことから、フリードマン流の経済的自由主義は失敗に終わったと指摘するものも存在する。アジェンデ政権下、1972年当時のチリは、土地接収や価格統制そして保護主義など様々な要因が重なり、インフレ率が150%を記録していた。 また、これにより、赤字が拡大し通貨供給量も大きく増え、さらなるインフレを呼び込む状況であった。1973年のチリクーデター直後、アウグスト・ピノチェとは、チリを、プロレタリアートではなく、企業家の国にするべく、アジェンデ派の政治家の反対を押し切り、規制緩和や民営化などを盛り込んだ諸改革を、実施した。改革では、 この他年金制度や国営企業、銀行の民営化や減税にも取り組んだ。パレードを行うピノチェと最初の改革は1974年から1983年まで、1985年、そして1990年に行われた。政府は、海外からの投資を歓迎する一方で、保護主義的な貿易障壁を取り除いた。また、 国内企業に対しては輸入品との競争を求め、国際競争力のない企業には、市場からの退却を命じるなどラディカルなものであった。しかしながら、アジェンデ政権期に国有化された大手鉱山を経営するコデルコだけは、例外で、1980年に改定された、憲法において、譲渡不可能と規定された。セルヒオデカストロゾー,ーは1979年6月、 猛烈なインフレを収束させるべく 1US ドルイコール39ペソの固定相場制に踏み切ったものの深刻な貿易摩擦を引き起こしてしまった。チリペソが米ドルよりもインフレの速度が速かったため毎年輸入品の購買力が増大しドルによる外国債がこれに拍車をかける形となったのである。こうして1982年にはバブルが崩壊し、 地理経済は2年以上にわたり、不況に悩まされることとなった。特に1982年から翌年にかけては、実体経済が19%も縮小するなど、過去8年間で1975年に次ぐ規模の強行に直面した。なお、景気回復と持続的な経済成長が本格化したのは、ピノチェとの退任後に、 市場重視の経済政策が強化されてからである。1985年、経済政策の重心が財政再建や経済成長へとシフト。輸出が増大し、失業率も低下したものの、1987年には貧困率が45%に及び、貧困の解決がなおも浮き彫りとなった。こうした中、1990年に大統領に、 当選したパトリシオ・エルウィンは平等な成長を掲げ経済の自由化と貧困の根絶等を強調した1990年から2000年にかけて GDP の伸びと社会政策とに支えられ貧困率は40%から20%へと半減した政府は引き続き経済の自由化と自由貿易に積極的に取り組み経済自由度指数は 南アメリカで長らくトップであり、2010年には南米で初めて経済協力開発機構に加入した。1990年代にカナダやメキシコ、中央アメリカと自由貿易協定を締結。また、ベネズエラやコロンビア、エクアドルとも特恵貿易協定を結んだ。1996年10月にはアルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、そして、 ウルグアイからなるメルコスルも発行した。輸出中心の成長戦略は21世紀に入っても続き、アジア太平洋経済協力会議の一員としてアジア市場との関係強化を模索。近年ではニュージーランド、シンガポール、ブルネー、インド、中国、そして日本と経済連携協定を締結した。2007年にはオーストラリア、対。 マレーシアと貿易交渉に入った。現在、チリ、シンガポール、ニュージーランド、ブルネーの4カ国は、現行の協定に財政及び投資にかかる条項を付加する計画がある。1985年から1996年までの実体経済における平均成長率は、チリ以外のラテンアメリカ諸国を上回る7%であった。 しかし1997年には成長にブレーキがかかり、同年から2002年までは GDP も小幅の伸びに止まった。とはいえ経済発展は乳児死亡率や平均寿命の高点に積極的な役割を果たした。乳児死亡率については1970年から1985年にかけて1000人あたり82.2人から19.5人へ。 下落し1980年代にラテンアメリカ諸国で最低を記録したし、平均寿命に関しては、同時期に64.8歳から68.3歳へと大きく伸びた。1980年代以降一貫して維持してきた経済政策で、着実な経済成長はもとより貧困率もおおむね、半減したとされる一方、 実際の貧困率は39%との指摘もある。チリ人経済学者のハコボ社ンは貧困の評価方式自体に異議を唱えており、実際の貧困率は公式の数字の2倍以上になるのではないかとしている。また1983年までには、給与水準が1970年比で14%、同時期にはその中間値が3割もそれぞれ下落。 貧困層や中流階級から、富裕層への所得移転が発生し、それが、消費動向への悪影響を指摘する声が上がっている。失業率も、民生移管後の1991年に一時、下がったものの、依然として、高止まりの状況が継続。シャタンは、1996年に富裕層の上位5%が、最貧層5%の平均より100倍の収入を、 得ているとして、地理自体を新自由主義の失敗例とまで断言する。2008年にウォールストリートジャーナル及びヘリテージ財団が発表した経済自由度ランキングによると、世界で8番目に経済自由度の高い国とされた。また、2004年には GDP 成長率が6.1%となり、過去5年間の平均成長率は4.0%を記録。 A.B. マンフレッド・ブラウチルアプライドセオリーザ・リフォームズ・インチリー2015年7月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年2月3日閲覧 A.B. トーマス・エムレナードエンサイクロペディア・オブ・ザ・デベロッピング・ワールドラウトレッジ ISBN 15億7958万3881 P322 ABBBC ニュース アメリカズ・ピノシェット s ・ s ルール、リプレッションエコノミック・サクセス・ハット、エアナン・ブッチ・ブーフ、ハウ、チリ・サクセス・フェリー・トランスフォーム・ドイツ・エコノミー。2009年12月17日閲覧。リックス、サラーイ・ー、PhD ・チリ、S ・エクスペリエンス・ウィズ・ザ・プライバタイゼーション、オブ・ソーシャル・セキュリティ、AARP ・パブリック・ポリシー・インスティチュート。 オーガスト1995ハットベッロウォールデンベロケリージョンザ IMF チリエパーティングオブウェイズインターナショナルファイナンスザマルチナショナルモニターエイプリル1983ボリューム4ナンバー4チリサクセシーズフェイルアーズインポバティーエラディケーションワールドバンクハットワールドバンクワシントン DC ワールドバンク、スタティスティックスリトリーブド1オクトーバー2010フロム、ワールドデベロップメントインディケーターズデータベース、日、地理経済連携協定、フーバーダイジェスト1997ナ、no. ンバー4。1998年1月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年1月21日閲覧。サイファー、ジェームズ・イズ・チリエー。 ネオリバールサクセス、ダラーズセンス、セプテンバー・オクトーバー2004リカルド・フレンチ、デイビス、エコノミック・リフォームズ・イン・チリ、P188、バックグラウンド・ノート、チリ、ユナイテッド・ステーツ・デパートメント・オブ・ステート。ビューロー・オブ・ウエスタン・ヘミスフィア・アフェアーズ、ジャニュアリー2008、2009年2月2日閲覧。チリ、オーバービュー・オブ・エコノミー・ハット。 ウジアクサ・ール・ゴー・ビエルのデフォルセレシフラス・デ・パブレザ・ E ・エ g リ。2007年7月29日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年1月21日閲覧。P76 ・オブ・スカタン、J ・ポバティ・アンド・イニコーリティ・イン・チリ、オフ・スプリング・オブ・25・ヤーズ・オブ・ネオ、リベラリズム・デベロップメント・アンド・ソサエティ。 30ピアニッシモ、57から77ハットエルトン、レイアック、ノットソー、フリーツーチューズ、P69AB ハドソン、レックスチリ、A カントリースタディ、チャプター2、ザ・ソサエティイッツ・エンバイロメント、フェデラル、リサーチ・ディビジョン、ライブラリー・オブ・コングレスハット P60 オブ・スカタン、J、ポバティイニコーリティ・インチリ、オフスプリング・オブ・二十五イヤーズ、 オブネオリベラリズム、デベロップメントソサエティー、三0ピアニッシモ、五57から77ハット P144 から148オブスカタン、J、L サクヨで、アメリカラティーナ、ロムエディシオナズ、サンティアゴでチーリ、スカタン、J ポバティーイニコーリティーインチリ、オフスプリングオブ25イヤーズオブネオリベラリズム、デベロップメントソサエティー、 サンピアニッシモ、57から77ハットクライン、N ショックドクトリン、ザライズオブディザスターキャピタリズム、ハットザ2009インデックスオブエコノミックフリーダム。ありがとうございます。